さてさて、今日の夜飯はもう決まっている。予約もしてある。今日の夜飯はここ春魚園龍。そう、予約しないと食べられないあれを今日は食べに来た。こんばんは。いらっしゃいませ。どうぞ。広めのカウンターが居心地良さそう。あとは座敷か。こっちも掘りごたつタイプでゆっくりできそうだな。さあ、予約してあるとはいえメニューは基本の木。刺身系は魚、鳥、馬と幅広い。その他の一品料理も充実している。そして要予約メニュー、いろいろあるけれど今日のお目当てはこれ、極厚とんかつ。観音池ポークで3センチ以上って楽しみがすぎる。とはいえとんかつの前に何かちょっと食べたいな。おすすめありますか？うち刺身もやってるので、今日の美味しいところを少し盛り合わせで作ってみましょうか。いいですね、お願いします。はい、かしこまりました。今日の刺身は何種盛りですか？今日一応3品考えてて、先に梅崎どれのこれ水イカですね。水イカ、包丁さばきが繊細。さすがプロ、惚れ惚れする。続いてカツオ。これも宮崎どれのカツオになりますね。すごいペッカペカに光っている。これもカツオなんですけど、腹地のところになりますね。食感と油の乗りとそこが全然変わってくるので。背中と腹側食べ比べできるの嬉しい。そして最後はこれはカンパチですか？ですね、これは鹿児島の方のカンパチになります。カンパチも背中と腹側。ちなみに刺し盛りの量と中身は要望に応じてくれるらしい。はい、お待ちしました。刺身のお合わせです。食べなくてもわかる、いい魚の仕入れ。角の立った包丁さばき、盛り付け、これぞプロの技。まずは水イカから。甘い、甘さがノー&コー、濃厚です。もっちりねっとりで、そこに飾り包丁がいい仕事。次は迷っちゃうけど、僕の目をそらせてくれないカンパチちゃん。まずは腹の方からパックンチョ。これ絶対好きなやつ。心地よい食感、一番ブロくらい心地いい。こちらは背中側。同じカンパチでも腹と背中の方じゃ食感も味わいも変わってくるな。一度に楽しめるのは嬉しみしかありません。合唱。合唱。極厚とんかつ 400g。 でかすぎる。まるでエアーズロック。果たして登頂することができるのか。衣をつけるのも重そうだ。観音池ポークってどんな味ですか？柔らかくて甘みが強いと思います。ほほう。それにしてもでかすぎじゃないですか。揚げるのにも時間がかかりそう。だいたい15分から20分かかります。ですよね。
ゆっくり待たせていただきましょう。この揚げる音たまらんな。おいおいポークちゃん、気持ちよさそうにいい風呂使ってるじゃありませんか。180度でじっくり20分、こんがりいい色になりました。サクッサクッと包丁が入る音、心地よすぎるよ。断面美しいよ。待ちきれないよ。はい、お待たせしました、とんかつになります。でか、なんじゃこりゃ。厚み3センチ以上、まさに極厚。からしつけえの、ソースつけえの、一口でいったれえの。不器用、肉柔らか、しっとりできめ細やか。揚げ方、火の入れ方が絶妙なんだろうな。脂身の方はと、脂甘い。こっちの方が弾力のある食感で、どちらが好きかと聞かれたらごめんなさい、どちらか一人を選ぶなんてできません。僕は罪深い男です。美味しい夜飯、ごちそうさまでした。ありがとうございました。またお願いします。